はい、皆さん明けましておめでとうございます。シェフなつきです。田舎暮らしシェフアシェット八ヶ岳 TV に、新年から来てくださって本当にありがとうございます。はい、今日はですね、実家の近くのえぶみ神社さん、おー滑った雪残ってるんでね、はい、今参りました。実はですね、めいこさんがみこさんをしてましてですね、あー、いつきが行っちゃった、喋れない、また後で追かけますよ。とりあえずいっちゃん待ってよ、いっちゃん。ほら、よいしょ。美味しいね。ほら、明けましておめでとうございますって。はい。今お餅を口に流れてますわ。子供たちに振り回されておりますけど、こんな感じで新年早々楽しい初詣でございます。実はめいこさんがね、あの舞妓とかみこさんをやってまして、奉納の舞をするということで、お話しして毎日朝、毎日元旦の朝はですね、ここにみんなで来ると。ここはもうまさにこの京都って感じじゃないですか。このね、松とかね、すごいすごい、あの十名木、こんなすごい大きいとかね、あるんですね。まあ、今年はどんな年にするか、そういったことを振り返りながら歩く今朝の元旦の朝でございます。はい、というわけでですね、子供を連れで初詣に行くと何もできないということがですね、よくわかりました。もう少しね、いろいろ撮りたかったんですけど、でもね、さっき、看板を見てましたら、あの、えぶみ神社というので、平安時代にやってきたというふうに書いてあったんで、やっぱね、京都はね、その歴史の重みっていうかね、その時間軸がね、全然違う。まあ、そういったものをすごく感じました。だってこのね、妻のね、マダムの一族だって、そのね、三千院と一緒に、お付きとしてついてきたものの末裔でございますんで、またその時代みたいな感じじゃないですか。本当にそういうスケールのね、大きさを感じると、やっぱり、よりなんかね、感激しますよね。で、なおさらその感激を伝えたいなと思うのは、夏木の勝負。なので、はい。2021年宣言ですけど、私は今回年は挑戦の年にしようと思います。まあね、こうやっていっぱい喋らせてもらって、まあ本当にね、気楽に喋らせてもらってるんですけど、でもやっぱりどっか心のどっかでですね、まあ僕は有名じゃないしとかね、いろんな言い訳があるわけですよ。それでもね、有名無名問わずね、やっぱり発言したいと自分が思ってることを発言するっていうのは大事じゃないかなと思いました。だ、まあ、こっちちっちゃくまとまって、ちっちゃいね、あの、焦った八ヶ岳の中でちょっと動画撮ってればいいかな、ぐらいなつもりでやっていましたけれど、見てるものはいっぱいいろんなものを見てますし、本当に素直に、表現していく。それからもう喋るだけでもなく書くことであったりとかね。それもね、やっていこうと思います。何しろ去年ね、あの、はい、被告ソムリエ秀樹を独立させまして、エアプランエキスパート秀樹になりましてですね、英語で取り出したっていうのはすでにもうその一つの先駆けなんですけど、このままやっていくんだったら日本語よりも英語だなって思ってたんですけどね、ついに英語を始めましたみたいなノリで
2021年はいろんな挑戦をしていこうと思います。もちろん料理もするし、料理について書くこともするかもしれませんし、レシピを出すことかもしれません。でまた、実はですね、私人生コンサルを始めました。コンサル天狗ですね、はい。失敗のデパートにはやっぱりいろんな経験とその時の対処法が山ほどあるということにやっと気づきましてですね、はい。夏希の直球コンサルというのもですね始めました。でもこれもやっぱりすごい挑戦で、俺に話聞きたいやついるんかみたいな、いつも通りのネガティブマインドにいたんですけど、我がね愛する妻の、いや絶対いいと思うっていう、もうちょっとねエレガントでまともな話でしたけど、単純に言うと絶対いいと思うっていう、あなたの話聞きたいと思うっていう、その一言に要約されることを、背中を後押しされまして、そういう直球コンサル、コンサルタントですよ、コンサルタント。でもずっとやりたかった。実はね本当に、シェフを目指すか、そういうカウンセラーとかそういった道を目指すか悩んだことがあったことがあるんですけど、あるね、先輩の方に話聞いたら、いや君料理でしょ、はっはーみたいな、何言ってんのみたいな感じで言われて、あそうなんだと思ったのをね昨日のように思い出しますが、それからね料理をしてきました。でもね逆にやってきてよかった。その時の、あ君料理でしょって言ったのがすごいわかる。実地で人生経験を積むってすごい大事。やっぱね、学者じゃダメだなと。僕がやりたいことはね。学者も大事なんですけど、学者じゃダメだなと。実地で生きて、実地で幸せになって、実地で、うまくいかないって悩んで、やってっていう経験があった上で、今なんだなって思います。そしてこうやって YouTube っていうものも、得意と、まあ得意じゃない。得意。得意。多分躊躇しませんしね、はい。YouTube にはもう何十人、何百人と、あ、何百人はバカな。まあでも本当に100人ぐらい進めてると思うんですけど、誰一人ついてきませんので、やっぱりだったら行きます、私は、という。そういう方向に行こうかなと思っております。なので、はい。夏希の直球コンサル。リンク貼っときますけど、はい。よかったら来てください。いろんなことを話したいと思いますし、また、ね、特にやっぱり時代が変わってると思うんでね、やっぱ変わり者の話はね、聞いた方がいいですよ。マジで。本当に今まで通りやってたら時代の方に置いてかれてしまうとですね、はい、江戸時代の武士みたいになっちゃいますかね。あ、明治時代の武士ですね、はい。江戸時代は官僚でおーって道端でやってた人がその後変われなかった人たちがどのくらい苦労したか、はい。しかし逆に下級武士で、すごいいじめられた人が逆に天下を取って国を動かしていった、そういった時代の変わり目、はい。今の我々の、侍は誰なのか、農民は誰なのか、下級武士は誰なのか、そういったこともいろいろ思いに馳せますが、何よりもまず個人個人の、幸せを広げていきましょうということを大事にしたいからと。大きな幸せもいいんですけど、その前にあなたのお家、私のお家が、なんか悪かったら喧嘩したいとしたら始まらないじゃないかと、そういう原点の原点、基礎の基礎に夏希は真剣にフォーカスしていこう。そういうところから発信していく。それを宣言します。というわけで、今年の夏希の挑戦。もちろん挑戦してね、失敗することも多分いっぱいあると思うし、失敗の大体失敗得意なんで、失敗もいっぱいすると思うんですけど。でもね、失敗しないと成功できないし、失敗しないと幸せになれないんですよね。ほんと。まあ、経験が必要だということですね。はい。というわけで、このまま今年もいっぱい経験していきたいと思います。今日はね、ほんと美しいものを見て心がすごくクリアになってますんで。今年は挑戦の年。はい。2021年、夏希のキーワードは挑戦ということの動画でございました。それでは、まだ雪が降ってるんですよ。すごい積もるわけじゃないんだけどね。ね、道はね、ほら、だんだん溶けてるんですよ。でもね、雪が降り続けてます。ねえ。最後まで、なぜか雪国での動画になりましたが、はい。また明日、この動画でお会いしましょう。それではまた、チャンネル登録、高評価、低評価。早く何かのアクションお待ちしております。それではまた、京都の雪景色をボナペティ。